ジャン君、メリークリスマス。のプレゼントが届きました。さあ何からいくかな。何かな、これかな。ちょっと開けてみます。ポンちゃんもおいで。ポンちゃん後ろにいるの。ちょっと黒くてわかりません。はい、ポンちゃん、あ、ポンちゃんたちのだよ。よかったね。はい。結構大きめ。これはシャチかな、サメかな。サメかな。書いてない。シャチっぽいね。シャチっぽい。この感じがシャチっぽいな。本当？はい。開けてみて。開けてください。はい。どうぞ。キッコかな。ペリグロミだね。サメだったそうです。サメちゃん、サメさんだよ、サメさん。はい。サメさんのキッカーだよ。噛み応えありそう。うん。そして。そして。これ先かな。
猫のドーナツ。え？何だろうか。ドーナツ。開けてください。はーい。お、お、シュルシュルシュル。入れ物も可愛いね。うん。よいしょ。はい。何だろう。なんだろう。なんかぬいぐるみ、それなんか赤ちゃんのガラガラみたいな感じに見えるけど、にゃんこが遊ぶやつなのかな。やっぱり噛んだりするってことかね。は。ようこそ赤ちゃんの気持ちをほわほわ優しいポップキンズベビーの大物。ああ持ってた持ってた。あ噛んで噛んでる。超噛んでます。はい、早速サメは餌食になりました。あなんか黒いのも出てきた。オーガニックコットンだからもしかしたら人間の赤ちゃん用だけど、あの噛んだりしても大丈夫だよっていうオーガニックだ。そう、それでポンちゃんとかジャン君が噛んでもいいものかも。あ、ポンちゃん、いいものも可愛いです。はい、ありがとうございます。ジャン君にちょうどいいかもね、投げるのにね。そう、あと投げ投げ、はいはいはい、これはそう、うちにもあります。色違いだ。はい、これでジャン君とポンちゃん二刀流が効くようになりました、ね。あ、なで猫じゃらし茶文字猫にゃん茶文字だそうです。なでにゃん茶文字、うん、そうね、なんだか随分随分になってるけど、ちょっともう結構なボロボロになりますけど、ジャンさんジャンさん、すごい、次行きましょう。すごいです。はい、これは何かな。あ、ギターのピックかな。フェンダーのピックが入ってました。ありがとうございます。あ、なんかキラキラ、あ、喧嘩になってる。ジャン君叩かないのよ。なんて読むんだ。ん、ごめん、開けてみましょう。カレンダーで、あ、カレンダーなんだ、うん、よいしょよいしょ。俺が知らないんだね、これをね。ゼメイティスって読むのかな。あ、チャーって書いてあるよ、この結果みたいな。チャーのバンドの名前ってことだね。そうなのかな、私もよくわからないけど、はい、チャーのライブに行くって言ってたよね、うん、はい、でフェンダーです。なんていうの、アーティストグッズ、ここアーティストグッズだね。カタログもあるよ、うん、さあ、はいはい、もうびちゃびちゃやん。なんか2人で取り合ってます。はい、次は、次は、あ、カエルくんだよ。あ、かわいいよ、カエルくんだよ。おお、しかもキノコの帽子かぶっとるよ。帽子じゃなくて傘だね。あ、傘か、うん、はいはい、キノコを傘にしてるのね。割れるといけないなっていう感じの素材です。カタログっぽい感じです。そしてこれが最後なのかな。あ、でもポリレジンって書いてあるから割れないのかな。あ、蔵系かな、重いよ。でもあ、これこれこれはね、うん、だからそれね、うん、で、これはなんだろう、それ開けてみましょうか。なんだろう、なんだろう、イケアでこれは売ってるんだね。何だろう、初めて見た。開けられない。ハサミハサミ、なんかすごい気に入ってるね、この人たち。よいしょよいしょ。あ、なんか上手に、マトリョーシカ的？缶の中から缶が出ました。そして？そしてまた缶が出た。そして缶の中から缶が出た。やっぱマトリョーシカ的缶？うん、そうだ。マトリョーシカ的缶だ。きっとこれ、はい、いろんなものいい、かわいいから。入れ物としての、うん、そうだね、はい。かわいいからこれに。そうだね、こういうの好きです。ね、かわいいね。ありがとうございました。一番受けたのはサメだったようですが、ジャン君、順番待ち。譲ってあげたの。あ、ワンちゃん、ヘリヘリしてるの、かわいいね。ワンちゃん。
ワンちゃん。よかったね、ワンちゃん。はい、ということで、メリークリスマス。ちょっとごちゃごちゃだったね、ここね。ちょっといい感じに並べようかな。きれいでしょうか。きれい。じゃあ、閉めて。これも閉めて。柄がかわいいよね。この缶ね。よいしょ。ナチュラル系な植物だ。え、これは。これ両方猫さんなのかな。はい。あ、落としちゃった、落としちゃった。あ、ごめんなさい。この人こういうとこに乗ってたら可愛くない？はい。そしてギターのピックも、ピックとシールとカレンダー。はい。ということでございました。どうもありがとうございます。入れ物。はい。はい。ポンちゃんがまたねんねしています。そこにキノコの傘を持ったカエルくんを置いてみました。ちょっとファンタジーで可愛いです。でも動きはありません。ポンちゃん、ポンちゃんは抱っこされると泣き続けます。文句を言います。でも力は全く入っていません。ポンちゃん、ポンちゃん君も抱っこしてほしい感じ。はい、降りる。はい、おろ、あらあら、はいはい、うん、ポンちゃん君、あ、なんか紐が、あ、暴れた。